楽なようで楽じゃなかった。はい、皆さんこんにちは、タートルです。今回ですね、レジスタンスバンドを使って立ったままでお腹を引っ込めるエクササイズ3種目一緒にやっていきましょう。各1分合計3分のエクササイズになります。立ったままできるのでとっても簡単です。普通の場合、立ったままで腹筋を鍛えるってことはなかなかできません。というのも、何も使わない状態っていうのは負荷が変わらないからです。ですが、このバンドを使うことでお腹に加わる負荷を上げることができます。ゴムというのは引っ張れば引っ張るほど力が必要となります。ですので、立ったままやるだけでお腹が引っ込みます。ぜひ3分間一緒に頑張っていきましょう。ではやり方を説明しながら進めていきます。はい、まずこの一番柔らかいゴムバンドを使ってください。ない方は今日はなしでも OK です。足の甲に通します。そして足は肩幅、少し引っ張っておきます。こっから一緒にやっていきましょう。クロスです。いきます。片方ずつ、お腹を引っ込めながら肘膝合わせる感じです。片足ずつ、いきます。しっかりももを高く上げます。お腹をしっかり引っ込めて、お腹の力を入れながらだんだんと足を高く上げていきます。1回ずつ息を吐きます。はい、反対いきましょう。このゴムバンドを使うことでお腹の奥に力を入れることができます。結構きついですね、これね。今度はまっすぐ上げます。お腹を引っ込めながらももを高く上げます。だいたい腰の高さ、だんだん足を高く上げていきます。結構きつい。一番柔らかいゴムでも結構きつい。これゴムなかったらね、あんまり辛くないですから。ゴムがあるんでやっぱり辛い。反対だ。喋りすぎた。30秒過ぎてた。熱い。高く上げます。たった3分、頑張ろう。横、手は腰、体を少し倒す。結構軸足のお尻がきつい。反対ラスト。ケツくる、ケツくる。足がきつい。さすがレジスタンスバンド。足にくる。あと5秒。オッケー、やりきった。よっしゃ、レジスタンスバンド。オッケー、たったの3分でした。よくやりました。いや、本当にね、こんな簡単な運動がこのレジスタンスバンド使ったらね、本当にきつくなる。もちろんこのゴムをね、もっと強度を上げればもっと辛くなりますから、同じ時間でより効くエクササイズを行うことができます。めちゃくちゃこのバンドは便利です。ですので、説明欄にちゃんとリンク貼ってますんで、欲しい方はよくね見てから
ご購入よろしくお願いいたします。やっぱりこのバンドっていうのはすごくいい、よく効く、そして力をね、引っ張れば引っ張るほどどんどん力がかかりますから、誰でも同じようにきつく感じる。もちろん引っ張る幅が少しならあんまり効かないですけども、力がある人ほどしっかり伸ばせますから、力がある人ほどより効かすことができる。これはめちゃくちゃ便利だと思います。たったの3分、しっかりお腹が引っ込んで、お腹が引き締まって、お尻、太ももにもしっかり効いたと思います。これからも短い時間でしっかり効くエクササイズを載せていきますので、チャンネル登録、グッドボタン、コメント、シェアよろしくお願いいたします。今回もご視聴ありがとうございました。